コージ、タワケ、ボンクラ。まずはパリーグ、加藤選手が復活しました。続いてセリーグ、坂本選手は特例2023による抹消です。ラオウ帰ってきた。また荻野の前腕が拝めるということか。ラオウに高チーの帰還、これほど嬉しいことはないね。ラオウ帰りいきなりホームランでもええんやで。あ、ラオウやっぱ来るんかてか落ちるのマーゴナのメキタかと思った。お、荻野帰ってきた。ラオウは練習試合のツーベースで決まったんかな。マーゴは疲れか。ラオウ復活の一発期待してます。ほよ、ラオウ上がった。大丈夫かは知らんけど。加藤隆之さんお帰りなさいませ。松本ゴッさんにチョコ配りましたか。マーゴは仕方ない待ってるぞ。そしてラオウが一軍に。アンバギー、ようこそ。活躍して呪いの応援歌の呪縛解いてほしい。アンバギー来ちゃったよ。ひぃ、ええどこ行ったんだよ。あらら、坂本も転ったか。アンバギー来た。頑張って。最終兵器アンバギー来た。アンバギー来たわね。ソネッチ隊長治ったんか。まあそれはそれでよかったわ。マジでアンバギー上がってきたじゃん。エミ、アンバギーどうなるか楽しみ。坂本くん、バギーさん活躍してくれ。ケツ穴抹消でかすぎ。おえおうとうとう抹消か。足やばそうだったもんな。ご視聴ありがとうございました。